こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。こんにちは、大家兼不動産屋の広田です。はい、はい、今日のテーマはですね、はい、太陽光発電。なるほど。というところで、はい、話をしたいと思ってるんですけども、はい、何かあの新築を作るときに太陽光を抜けなければいけないと、某都知事がですね、はいはいはい、某都知事義務化されちゃうと。なるほどで、これは自宅だけじゃないんですよね。そうですね、賃貸住宅もみたいな話、賃貸住宅も乗っけなければいけないということで、どうなんですかね、これは。なんていうんですかね、なんかちょっと気になったのはコストどうするんやいっていう話をしたら、なんかユーザーには求めないけどそのハウスメーカーには求めるって意味がわからない。意味がわからないですよ。それ払うの誰よ。そうそう、誰が払うんですかっていうことで、その言うのとですね、それとまあ最近その脱炭素でその再エネっていうかね、再生可能エネルギーっていうのは流行ってて、その中の一つとしてまあ太陽光発電があって、でやっぱり10年ぐらい前からその 家の屋根じゃなくてね、野立みたいなメガソーラーみたいなことですね、太陽光発電で流行ってるじゃないですか。そうですね。でも最近はですね、中古の太陽光発電が出てきてるんですよね、あのね、はい、私さんなんかよく扱われてると思うんですけどね、はいはい、結構今はいい値段で売れてるんですよ、ね、でそんなのを見るとやっぱりその太陽光発電って一時のもので長続きしねえんじゃないかなっていうか、今がピークぐらいじゃないかなって極端なことを言うとね思ってて、まあもちろんこれから少しはこう伸びてはいくと思うんですけど、これ以上すごいなって、これが倍3倍のねマーケットになっていくっていうのはちょっと考えにくいのかなっていうところがあって、なんかよく分かんないのが、なんか本当足りてないのかどうかっていうのがなんかよく足りてない、その太陽光発電が足りてないっていうふうになんかこう営業マンとかも言ったりするじゃないですか。本当足りないのっていうか、データを見るとちょっと古いデータで見たんですけど、約太陽光全体の電気の供給量の中でもう100とするんです、太陽光って約 9% ぐらい、2、3年前の 10% いかないぐらい、10% いかないぐらいですね。でじゃあもっと増やせば、ね、いいんじゃないかって、今はその原子力やってないから火力がガーッとこう伸びてるんですけど、じゃあ増やせばいいんじゃないかっていう議論あるかと思うんですけど、でも太陽光ってお天気次第じゃないですか。そうですね。そうすると、ね、すごいでたくさん作れる時もあれば、基本的に夜は作れないとかっていうんで安定しない、そのためにその反面逆に電気って常にこう一定量を供給しなきゃいけないっていうね使命があるんで、そのためにはやっぱり太陽光を保管するね発電設備がいるじゃないですか。そう考えるとこの今 10% 弱ぐらいのやつがね、まあ 10% がいいかどうかは分かんないですけど、これが 50% とかですねにはならないと思うんですね。せいぜい 15%、20% とかいうレベルで、それ以上になっちゃったらとても制御できなくなっちゃうんじゃないかっていうことを考えると、まあまあこれから数年いったらねもうそんなにっていうこともあるし、しかもう一つは今のその太陽光の仕組みっていうのは全量買い上げてるですね、でその買い上げるコスト高いじゃないですか、でその分を電気を使っているユーザーが負担してるわけですよね、再エネなんちゃら金ということで、でそんな世界いつまでも続くんですかっていう話でそういうのを考えるとやっぱり今までは良かったと思うんですけど、これから太陽光発電ってどうかなっていう気はしてて、こんな事態に持ってきて義務化っていうのももっとどうかなって思ってニュースを見てたんですけどね。でもそれますます家建てるのが大変になっちゃうんじゃないかなって言って、反面ですね、まだまだ下がったとはいえね、住宅ローン控除とかで家建てろ建てろって煽ってるのにですね、なんかちぐはぐな気もしないんですけどね。だからどうですかね、もし建てるんだったら今のうち、そうですね、義務化される前がいいのかどうなのかっていうことですかね。早めに今建築費上がってますからね。そうなんですよね、そこ来て建築費もね悩ましいですね、上がってますしね。でも下がるってこともないですからね、多分ですね、材料がまあ下がったとしてもね、構造的にねやっぱりその人の問題もね建築の場合ありますしね。ということで、はい、まあ、ちょっと様子を見ていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。